技法。ウカグさんインテルに魂を売ったもよ。2021年8月にインテルから1億1300万ユーロ、およそ 168.3 億円の移籍金でチェルシーへ加入したものの、プレミアリーグでは26試合で8ゴールと期待ほどの活躍ができず、今季はインテルへと貸し出されることになった。彼は今回、HLN のインタビューに対して以下のように答え、インテルが自分の居場所だと確信していると話したという。昨季はチェルシーで快適に過ごすことができたよ。しかし、もしチェルシーでうまくいかなかったとしても、自分にはインテルがあると分かっていた。そして復帰した時、やはりインテルが自分の居場所だと確信したよ。まだチェルシーとの契約が2026年まで残っているロメル・ルカクであるが、すでに心は完全にインテルへと移ってしまっているようだ。1年後、やはりロンドンのまずい飯が恋しくなった。なんか前にも、チェルシーこそ自分の居場所とか言ってなかったっけ？もう何も驚かない、これがルカク。1年ローンの買取オプション無視なのに、言い切るのすごいな、ローン終了後が楽しみ。とても買取 OB ついてない奴の発言とは思えませんね。ロンドンに君の居場所はありません。やっぱワントップ向きじゃないから、ウィング大量にいるチェルシーはあかんよ。ルカクらしいといえばそれまでなんだろうけど、ちょっと素直すぎる。クルトはもう同じようなこと言ってたが、実力が伴ってたから特に文句はなかった。だが、お前はダメだ。もうお前が移籍金払えよ。ルカク帰ってこーい。鋼のメンタル羨ましい。ほんまくさ。マジで一回誰か本気で説教してほうがいいと思う。